皆さんこんにちは、アリスです。それでは前回のアンケート結果から見ていきましょう。ゲストはスターサファイアに決まりました。後ほど登場してもらいます。路線4の車両は103系となりました。他の車両も投票率が互角で接戦でした。天候と時間帯は時間帯不明の雨となりました。雨なのでね、時間帯はもう昼までいいかなと。それではゲストのスターサファイアに登場してもらいましょう。どうぞ。皆さんこんにちは、スターサファイアです。それで、今回はどんな工程なの？今まで散々言ってました築堤へのコンクリ壁の設置をようやく実施。その後路線4の自動運転を行うために、自動センサーを使用していきます。ようやくってところだね。路線4の北岡駅には柵と生態保存車両を設置。路線2と路線3の線路が繋がるところまで電化しまして、最後に天候を変更して終わりとなります。今回で作業会は終了らしいし、張り切っていかないとね。じゃあ始めよう。レイアウトを起動。路線3の築堤部分に向かいます。こうして見ても、路線がすごく過密に並んでいるね。鉄橋へ勾配は線路の間隔が離れるので、線路両サイドに設置していきます。鉄橋とカーブをつなげる短いストレートレールでは微調整をしながら設置。あとはカーブに沿って設置していきます。すでに設置されている場所まで来たね。ここまで来たら次の作業です。路線4の自動運転に合わせて、まずは編成を一度消去して設置し直します。103系にも種類はいろいろありますが今回選んだのはこの色。そして編成もそれぞれ違う組み方となっております。自動センサーをレール上に設置、それぞれに設定を加えます。これって頭の中で組み立ててそれを元に設定するの？そうなんだけど、メモとか図面とかがあるとわかりやすいし、あれってなった時に見返せるからおすすめは後者かしらね。ビュアーでテスト走行をしながら、間違っていたら修正する。これを繰り返していきます。センサーの設定が終わったら、続いて柵を設置します。コンクリ壁と同様に、線路の横にうまいこと設置していきます。反対側も同じようにします。お次は保存車を設置します。トミックスのレールを使用します。ここに来てトミックスを入れてくるとは。車両は適当に昔の車両を1両選んでおきました。適当って、さあ次は路線2の一部区間に、架線中設置と架線張りをします。こういう感じに設置。駅のすぐ近くにエアセクションを設けるんだ。そのまま架線張りをしていきましたら、最後に天気を雨に変更すれば、今回の作業は完了です。さあビュアーで見ていこう。ビュアーの世界へようこそ。これは雨というよりきりないぜ。無事築堤区間へのコンクリ壁設置が完了いたしました。なかなかいい感じになったんじゃないかな。で、路線4の103系、テクスターは変更しておりません。対向列車が到着後、自動センサーによる制御で発射していき、なおかつ信号機も変わります。保存車はこちら。475系だっけ。それにしても、あの柵、いい味がしているね。路線2の一部電化もご覧あれ。ギリギリ架線が見えることが救いです。それでは全面展望とコメント返信に参りましょう。では乗車していきましょう。デフォルトのテクスチャーが東映の2機の 61H なのか。あ、813系。これも最後の最後で全部変わるんでしょうけどね。雨がすごいな。大雨どころじゃないよ。それではコメント返信スタート。築堤の思い出って一体何があったんですか？どうしてだろうね。私もサニーもルナも、3日前の昼食が何だったのか忘れちゃうんだよね。それ致命すぎない？私がフラグ建築？フラグは折れてなんぼですよ。今後どうなることやら。線路から近い住宅は、鉄道好きにはたまりませんよね。3だったら C60 にあるんですけどね。この次が真の最終回ですな。昔の車両がお好きだってことですね。確かにもったいないと思いますが、車輪や他の車両との差を考えると仕方がないと片付けられるのではないでしょうか？よくあるパターンですよね。元ネタなしの斬新かつ新鮮なやり方もあるみたいですよ。3名の能力を持つなんてかてっこないですよ。今回のコメント返信はここまでです。今回もコメントありがとうございました。今後もたくさんコメントがもらえることを楽しみにしております。さて、現在自動センサーによる制御運転が行われております。こんな大雨の中でワイパーを動かさずに走るだなんて。いや鉄道模型シミュレーターでワイパーを動かす方法は知らないんだけど。停車後、隣の103系が出発します。103系は車内が作り込まれていて違和感がないね。しばらく待っておりますと、先ほどの103系がやってきました。もう先が白くて別世界に感じてきたんだけど。そういえば、ここ通過線があるのに、通過列車はないんだね。そうしちゃうと自動制御がすんごくややこしいことになっちゃうんだよね。でもそこまでできたら、ある意味極みじゃないのかな。いずれ誰かがやってくれるのかな。さて、対行列車も到着したところで、こちらも出発いたしましょう。柵すごいよね。全然違和感がないよ。もはや下側が白い世界で何が何だかよくわからなくなってきているわね。あれ、これは何だ？ちなみに自動センサーによる運転で、通常は90キロで走行いたします。ここからだね。ぐるっと回る勾配区間。それにしても本当に白いね。それに加えてこの大雨だからね。ここの停車も自動センサーによる制御なんだよね。その通りでございます。さあ、次は路線3に乗り換えますよ。続いて乗車しますのは209系でございます。海辺が近いのに、この天気じゃ。あれ、そういえば何か忘れているような。高速道路と重なる河川中ならもう対処したけど。あれ、そうだったっけ？まあ見ていればわかるわ。この先しばらく線路と線路の間にバラストが敷かれている区間に入ります。あえて減速して、わかりやすくしますね。あ、ここだね。確かに変わっているね。これで違和感をさらばね。そう、なのかな？まずは路線3を一周して、その後路線2の外側線に入ります。そういえば、すれ違う電車が現れないんだけど、どうしたの？今回は運休してもらっております。あらま。もう注意厳示で減速なんて面倒だからこのまま突破しちゃおう。現実味を考えると大問題だよ、それ。そういえば、ここら辺沿線に建物を設置していなかったわね。それ、いつものことだし今までいろんな進行役さんがやっていることでしょ？あ、そうか。なら問題ないか。お、新幹線。さて、いよいよ路線2に入ります。まあこれ鉄道模型シミュレーターだから、架線がなくてもレールがあればどんな車両でも走れるけどね。それ言ったら終わりや。しばらくこのままご覧ください。2番線に入線するんだね。813系がそっちに入ったってことは、後から113系が来るね。そういうことになるわね。あ、来た来た。さて、そろそろお別れのお時間となりました。ここまで、長かったような短かったような、まあもしかしたら次のパートでゲスト出演するかもしれないけどね、私たち。あ、確かにその可能性はないとは言えないね。どうか今後も出番がありますように。わからなくもないわね、その願い。それでは今回はここまで。ご乗車お疲れ様でした。そしてご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまたどこかでお会いしましょう。